で、下段もあります。これが本当に見えないんですよね。はい、どうも、ポニャーです。今日はですね、ブリジットを使ってやっていこうと思います。このキャラ、実装初日からずっと使ってるんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。でもね、めっちゃ難しいんですよね。使いやすさ星4って書いてあるんですけど、どう見ても星4じゃないんですよね。相手の方、メインの方ですね。よろしくお願いします。見てください、このブリのカラー。黒可愛くないですか？個人的に一番好きなカラーです。さあ、投げられて、立ち回りはね、基本、円S とか、ハイスラでダウン戻ってっていう感じにやります。画面端がめっちゃ強いですね。これがね、有利不利なんですよね。さあ、ちょっとカウンターしてコンボができなかったんですが、ポンポンポンで、ヨーヨー投げて有利不利。よいしょ。あは、高すぎてできなかった。で、これでスペキャン！よし、できた。必殺技の発生をね、出かかりを、覚醒技でキャンセルすることで、あ、今ちょっとミスったんですけど、こっからは、ジャンエスの、テーダジャンエスから、詐欺飛びできます。で、そう、必殺技の出かかりを、覚醒でキャンセルすることで、今みたいなことができます。セグウェイの派生を、覚醒技でキャンセルするんですよね。それで、今みたいなことができますね。さあ、2S。なかなか、牽制はやりやすいですね。リーチ長いんで。ただ、暗い判定がぎっしりなので、ポンポンでこれ、ソルみたいな置き攻め。ちょっとミスってしまったんですけど、ソルみたいなことができます。リボルバーから。ミスった。難しいんですよね、ローリング関係が。これは？スパキャン出なかったけど、今出てても微妙でしたね。で、下段もあります。これが本当に見えないんですよね。さっき中段ミスってしまったんですけど、中段ヒットからめっちゃ減ります。下段からもまあまあ減るんですけど、中段からの方が減りますね。見えないですね、これ。リボルバー、ソルのリボルバーのロマキャンと同じような崩しになってます。さあ、飛ばして、どっからでも置き攻めいけるのがやばいですね、これ。で、ローリング、ヨーヨー設置、バレられたんですが、スパキャン、こんな感じでダメージを伸ばすことができます。結構減りますね、画面端は。で、ここから、テーダジャンスの詐欺飛び。できなかったけど。まあ、できなかったけど、まあ、こいつって言っちゃった。メイは、勝利権ないんで、まあ、やる意味あんまないっちゃないんですけど。ほい。もう一回スパキャン。こんな感じで。死ぬかな？まだ死なないか。で、こっから、テーダジャンスの、この置き攻め。これが詐欺飛びになってるんですよね。まあ、勝利権ないんで、あんまやる意味はないんですけど、メインは。まあ、ソルとか、そういうのには、対応しますね。これ、ユリフレなんで、勝利権で暴れます。前 P か。ミネスで。お、投げ通った。ラッキー。で、ポン。できんかったか。もう一回。強いねー、ミネスが。ミネスが本当に使い勝手がいいんですよね。セグウェイでどこでも置き攻めいけるっていうのが本当に強いですね。で、しかも置き攻めがめっちゃ強いんで、見てもらったらわかる通り。さあ、前 P から、これはセグウェイで。で、ヨーヨー設置。暴れられましたね、しっかりと。偉い。フリーフレームなんで、基本は。だから、しっかり暴れるのは大事です。ただ、ハイスラから出すと、有利フレっぽいですね。持続気味に当たって。セグウェイ。ほいほい、ほいほい、ほいほい。で、これが有利フレ。でも、前 P とかで一応割ることはできます。おいしい！これへ、できんかった。できたらめっちゃ減りましたね。はいはい。こんな感じで、もう一回やる。で、これ、駒投げもあります、こっから。無理なんだよな、これ。絶対これね、見てからガード不能だと思います。ファジーとかも不可能なんじゃないかな。ファジーガードとかも。ほいほい。で、ブレーキ。強すぎる。で、とりあえず、ハイスラとかからは、セグウェイ入れ込んで OK です。相手がガードしてたらブレーキをするって感じで。で、ブレーキもね、先端気味で当てるとね、攪拌がないんですよ。なんなら、先端気味で当てたら攻め系みたいな感じになるんですよね。フリフレか有利フレかわかんないんですけど、相手の攻撃が短くて当たんないんですよ。ほら、こんな感じで。結構困るんですよね、これ。ポン、ポン、ポン。さあ、これヒットしたら、ミスった。ミスったけど、まあいいや。画面端継続みたいになったから。で、有利フレ。はい。
ほいほい。おっ、オッケー。これは割れるかと思ってちょっと今ミスっちゃったな。まあミスっちゃったんですけど、しっかり倒しきれたんでよかったです。減りますね、画面端は本当に。ほいほい、セグウェイ。いや強いな。ラインを上げるのがめっちゃ簡単なんですよね、こんな感じで。もえて画面端ですからね。2敗対空ね、2敗すらも対空にめっちゃ強くて、しかもこれカウンターするとめっちゃリターンやばいんですよね。なかなかこのキャラパワーを感じてますね。ただ攻められてるときはちょっと弱いです。まず根性値がゼロなんで、体力が少ないんですよね。すぐ死んでしまうっていうのがデメリットですね。あと発生の早いフレームが5フレで 2K しかないんですよ。で 2K って下段技で、例えば名残雪の 5K とかそういうのに対して暴れるってなると、その 5K って名残雪の下段に強くて当たらないんですよね、みたいなことがあって、まあ、キャラによっては暴れるのが結構大変だったりします。ちなみにタッチ P とか 2P は7フレとか8フレだった気がします。そんなに覚えてないんですけど、はい、これは差し返し、ゲイ、まあ、こんな感じですね。まあ、ただやっぱりハイスラとかエンゲスとかは先端まで暗い判定がぎっしりなんで、適当に技を振るっていうよりかはしっかり相手の攻撃に差し返すって形で振ると強いと思います。ということで以上、今日の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。